東京ラーメン、しんちゃんラーメン、チキン味、揚げ麺で付属品はありません。麺は角断面でエッジがはっきりしています。気泡感はあまりなく歯ごたえは明確です。総じて元気がいい麺という印象です。量は少なく普通のラーメンの半分以下です。スープは透明感があります。化学調味料っぽい旨味ですが十分出ており、味付けは濃いめです。ちょっと焦げ臭いような香りがアクセントになっています。刺激はほとんどありません。麺に味付けはしてあり、スープの袋はなく具もないので潔さを感じます。これだけで大人の食事とするには物足りないですが、お通帰りとか子供のやつ、夜食としての用途にはちょうどいいでしょう。